桜の春のピガナゴにシアレこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ちょっと、春さん始まりますよ。春さん、さすがに春になってきてよね。本当に。じゃあもうやないと、もう進行すらできないもうこれ。三人でやる？三人でやります。お前春やってて、俺がタイガやって、僕がリョウやる。リョウさんやります。じゃあ。こんなもんじゃないでしょ。見てくれてね。ありがとうね。じゃあ消してくださいよ、もう見てる場合じゃないですよ、ほんとにのんきにもイエーイ、どうもー、始まりましたー、来た、もう絶対僕いなくても何も来ないもん、絶対普通にそこでタバコ吸ったね、タバコ吸ったね、タバコ吸いながらオープニング見てたから、ずっと超笑ってたよ、超笑ってたよ、困り顔がすごい、ね、困るよ、始まりましたよ、始まりました、始まりました、はるわーって、こら本当にこらでしょ、タバコ吸いたくて吸ってました、ごめんなさい、ビール終わっちゃいそう、なんかこっちに寄ってない、そっちにすごいスペースある、ケンタ、もうちょいこっち行こう、ケンタ、どっち、違う、これ左右逆だから、ちょうど名前のこの逆なんだ、下にこう ID とか来るように、そう、しゃあさあ、じゃあとりあえず前回はね、前回はちょっとお休みで、で、また今週、今日からなんで、あれですね、第4回目、4回目、早くも、よし、紹介からいきましょうか、じゃあ、早くね、たいやくんは前もね、1回目の時か、そうですね、1回目に初っ端の初回、1回目の時に来てたんで、この奥のお二方、ちょっと自己紹介を、はい、とりあえずお願いします。誰からにする？あ、じゃあ、りょうさんさん、お願いします。マガンダンハポンポ、アコポシ、アヤミリオ、誰か突っ込んでる。フィリピン語だから、あえて何も言わないっていう。初めまして、りょうと申します。よろしくお願いします。すいません。これでいこう。頑張るみた。リーダー。もう誰か分かりました、ウルスは。もう。はい、じゃあ次は。はい、フィガロのウラちゃんこと、レオンでございます。めっちゃ緊張してます。はい。ということですね。どうですか、緊張してますか、僕、すっげー緊張してます、僕も。初めてだからね。僕もお酒の力借りてるんで、なんとかも。でもすでに酔ってる、絶対なんかしてる人、レオンはね、緊張がすごいね、あ、もう出てます、目に出てる、ね、やばいっす、で、なんかあれだっけ、この放送始まる前にちょっと飲んでたんやったっけ、飲んでた、飲んでました、結構ガッツリ飲んでましたね、僕はもうそのまますぐこっちに行くみたいな感じなんで、全然お酒は入ってないんですけどね、いっぱいあるからね、今まだもういっぱいあるから、もうどんどんもう、とりあえず乾杯しますか。しますとりあえずもう。はい、どうも。はい、どうも。乾杯。あっす。はい。はい、はい、乾杯したら、はい、グッド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 、参りましょう。グッド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 。ビールなくなりそう。もうなくなりそう。じゃあ今日、まあとりあえず、あっちに出てると思うんですけど、22日と29日が、うちの店の、ハロウィンイベントなんで、一応ね、告知はしてるんですけど、もう今、店内とかも結構ね、飾り付けしても、飾り付け3分の1ぐらい終わってるんで、うん、まあ、もうちょい、なんか、掘っていく感じでやろうと思ってるんですけど、まあ、今、大体、店内の、まあ、最近来てくれた人だったら分かると思うんですけど、あれでもまだ3分の1ぐらいなんで、
これからだよ、ね、もっともっと飾り付けて、で当日は当日ならではのちょっとコスプレ、コスプレもありますし、あとね、うん、ランプとかなんか、ランプとか今から付けると電池がなくなっちゃう、これから増えるかな、うん、そうっす、何のコスプレするかとかはまだ多分みんなね決めてないと思う、まだ言えないしね、まだね言えないし決めてないっていう、2回やるから、うん、でも去年はレオンとかタイガはいや経験ないですね、思うけどない経験ないです、僕はもう僕がみんなの特殊メイクとかをやるからね、もう今年もチリお願いしますよ、本当にバッチリも全然、前の時やばかったっすもんね、りょうさんはりょうさんなんかもう顔面すごかったっすもん、ね、顔面すごかったっすもん、これ角入ったっすスターウォーズみたいになってたから本当にもうだからまあ今回は、まあ、去年に負けないぐらいのそうだね感じのやつをやろうと、ね、僕自身もちょっと腕を上げて頑張りますんで、タイガ見に来たよ、誰その時の写真ないの、あ、舗装数のトピックスぐらい、トピックス載ってますね、ああ、うん、確か去年の舗装数開いてトピックスやったら、うん、去年のハロウィンイベントっていうのがあるから、うん、それ見たらみんなのなんか載ってるよね、うん、みんなの載ってるんで、も結構特殊メイクとかも僕結構できるんで、そうなんですよね、ハロウィンに初回って大丈夫どうなんだちょっと失礼しちゃった、多分無理やな、多分、うん、タクがもうなくなるかも、埋まっちゃうからねと思うから、じゃあこっち閉じて放送するよ、あとでにしてあとでにしてお願い、今度はあとで、もう放送終わってからにしてくれたらね、もうお願いします、本当に負けないで負けないで、あ、で、うん、もう今最近ブログとか結構更新してるんですけど、そこでね、言おうかなって思ったんですけど、当日、ハロウィンイベントの時は女の子もコスプレをして来店していただくと、なんでね、3000円分のサービス、3000円、素晴らしい、素晴らしいけど僕初めて聞きましたよそれ、俺は知ってた僕初めて聞きましたよそれ、俺は知ってた、ちょっと知ってた、幹部で、幹部で喋り合ってたやつやから、そうそう、幹部のこの幹部しか入ってない LINE にね僕がこう、いいっすかねみたいなって言ってて、リオンと僕はハブな感じでもう、そう3000円だったら何でもいいでしょビール3本でもいいし、できるビール3本でもいいし、なんか1本でもいいし、カクテル3杯でもいいし、うん、カロリー3つとか、3つでもいいし、隅の3つとかでもいい、とりあえず売り上げから3000円引いてもらうとかもありなんですか、それ、んとりあえず売り上げからさ、なんか、うん、それはお会計から3000円引いてもらうみたいな、それは結構いろいろねややこしくなるから、ああじゃあデータがね、なんか頼んでもらうっていう感じ、もう頼むっていうか3000円分何にしますみたいな、ああそう、大体だって担当ビール飲むじゃん、ビール飲むね、うん、僕もビール大好きなんで、もうだからそれやったらビール3本とかさ、女の子もカクテル、こういう機会やったらカクテル飲むかなって思ったりする人も、カクテルあんま出ないけどね、カクテルそうそう、こういう機会例えば切らないヘルプいたらね、テキーラでもいいし全然いいからね、逆にチゴミル、チゴチョコミルが全然大丈夫全然大丈夫、もうそれもそう、だから、まあ22日、29日っていうのはまあ、一つだけの日でポンってやったら、やっぱり仕事とかあって、うん、来れない時もあるじゃないですか、で、やっぱり席もいっぱいになって入れないってなったら嫌なんで、だから22日と29日に今年はちょっと分けようという感じなんで、ぜひぜひもうみんなコスプレして来てください、逆にこっちは楽しみだよね、見れるから、本当にもうセクシーなもうコスプレ見たいお前とはエロい切切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 やる、やるとこちゃいます、やるとこちゃいます、やるとこちゃいます、ちょっと待ってください、あったかな、現場あったかな、もう準備されてるじゃないですか、もう完全にもう好きね、お前あったかな、ごめんね、もう大好きするね熱々、熱いか、タイガーもうな、とりあえず痩せよう、ちょっと、いや今、この映像じゃバレてないんで、まだ僕出るってこと俺すげえバレてるよ、あ、俺横になってるからわざと、わかる、本当に僕も今必死に腹へっこましてるんでバレてないですよ、いや今日はもう超面白いもん、タイヤくんがねお風呂入ってるところパッて見たんですけど覗いてきてもただのデブやんもう3、そうなんだ3連発でほんま気痩せすぎよな、
お前デブやな。デブ見せ位さ。ウエストやばいよね、お前。ウエスト僕やばいっすよ。見せ位なんで。本当に。まあなかなかやばいね。なかなかもう、うん、こっからの僕の変貌ぶりが。手が痩せなくていいよ。ありがとう。じゃあもうこのままでいいかな。そんなに太ってるの？太ってるよ。太ってます本当に。俺はね。最近ね。俺ダイエットしようとしてもんね。最近もうすでにもう 2.5 キロぐらいは落ちましたかね。ちょっとやな。なんか見た目に全く出てくんないんで。わかんないですけど、まだでも、あれですよね。ん？去年の僕とかもまあまあ太ってましたもんね。全然でしょ。そうでしょ。でも去年から僕5キロ痩せてるんですよ、今。はるさんとかの太ってると、僕たちのレベル太ってるのレベルが違いすぎますよ。そうですね。本当にもう次元が違いますもん、うん、いやいや、本当に太ってた。言うて、レオンも細いよね。レオンはもうおい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 やめてくれよ、自慢腹出さなきゃいけなくなるだろ、ほんとこれを見せてあげるから行くよ腹巻き僕も出さなきゃ俺腹巻きしてるからよし出せよ出しました、出しましたツイッター ID 被ってるから見えへんよ、これ。あ、ちょうどモザイクっす。ほんと逆に僕、しかもツイッターなんか全く更新も何もしないですけどね。ほんとも最近は、でも女の子もなんかガリガリの男とかよりもちょっとなんかお腹プニってしてる方が好きとかっていう子多いっすよね。もうなんかプニョンってするのがいいっていうか。エドさんプニっすかね。ドテンでしょ。触れるんじゃない。触れるんじゃない。エドさんプニじゃない。これはねプラス思考だから。今プラス思考で考えてたのよ。僕もプニじゃ済まないっすよ。プニじゃ済まない。もうポンボンだよ。ボンですよ。ボン。いや太陽なんつったよな。ボンです。別にこっちは出てないけど横がやばいっす。ここだよね。横が鏡餅みたいになってるから。どういう表現が。鏡餅。みんな何キロぐらいなのだって。体重。まあ、体重。僕晒して別に困ることはないですけど。お前は体重知ってんねん。お前が体重計乗った後俺パッて見たもん。確かによく。今日しかも。うん。言っていい？ちょっとしよ。しし女じゃないんだろ、大丈夫。いやでも60キロ台やんな。60キロ台です。まあ70キロ台ぐらいですね。ははは、か、隠したの。そんなに。レオンはもっといってるよな。80ぐらいあるんじゃない。いや、レオンは多分体重75とか。マジで。そんな身長で。190だから191です。191で75は平均より下ですね。細いね。はい。まあ、細いもんな。ヨウさん何キロですか。俺やめとけよ。100キロいかないぐらいよ。聞くな。100キロいかないぐらい。全然いかない。全然いかない。もう全然僕も100キロいかないから。100キロいかないか。100キロいかないか。もう100キロ。ちなみに僕は50キロ台ですね。お酒ちょうだい。50って後半やから。50後半ってもう全然普通じゃ、標準じゃないですか。もうだって 0.1 トンじゃん。そうだよね。やばいじゃん。 0.1 トン。あれはやばいじゃん。 0.1 トンって10キロだよ。1トンって何キロ。1トンはあんま…あ、違う、100キロだから。違う、間違えた。頭悪い。うわ、もう頭悪いの。やばい。いろいろバレるの。学歴がバレちゃう。そう、みんな春を見習ってって書いてます。俺はちょっと困る。なんかさ、量入れると騒がしいって言われた。マジで。100キロ行こうって言われてますけど、どうします？いや、別に行ってもいいんだけど、その代わり文句言わないでよ。バンバン食うし、バンバン飲むし。多分もう突っ込むことすらできなくなりますね。最初にあれでしょ。何も言えなくなります。出勤しようと思って入ろうと思って入れないんだよ。あれ？横に入るの、俺は。それ目指しましょう。だから、両者だけ、あの、下のベンチのところにお酒とか置いてくんで。あ、もう俺、アイスベールで飲んでいい。毎週出ることに、ここにあの体重書いてったらいいんじゃないですかね、両さんのところに。体重現在何キロでも。何キロ痩せたね、つって。きついよね。100キロ絶対やばいよ。とりあえずですね、後半は、もうちょっと CM 行くんですけど、後半は、皆さんお待ちかねの、投票をしたいと思うんで。まあ奇跡の数値を見たばっかだからな。怖いな。テーマはママに怒られる。ちょっとね、まだ発表してないですけど、CM 明けに
まあ、発表して、それで投票して、最後、最下位やった人が、お決まりのグイグイって形で、行こうと思います。はい。はい、じゃあ、CM の、それでは CM、どうぞ。誰がなんと言おうが、俺がお前を幸せにする。運命の人と出会うなら、イオンインク。イオンインクイケメンばっかじゃん。イオンインク。タイガ早く来て。いや、これ絶対無理無理無理、そのタイミング無理。そうです、無理やて。はい、イケメンイケメン。あはははは、突っ込んで突っ込んで。いいじゃん、これは CM が開けたんでね。今日の投票のテーマは、テーマはさっきは手振ってってめっちゃ言われる。僕も振っとく、ついでに振っとく。おとちゃん、タイガはよしろ、テーマは、テーマはタイガはよしろ。ごめんなさい、ごめんなさい。これ見てる人多分大体いつも1500から2000人ぐらいいるんですけど、まだお店に来てない人の方が多分多いと思うんで、来たことないとかね多いと思うんでね。だからもしこのお店がこの4人しかいなかったら誰を指名するかっていう投票したいと思うんで、うん、今から1分間のアピールタイムを設けます。アピール、アピール、アピール、マジでやばいな。ノーアポでいろいろ飛んでくると怖いな怖いなじゃあビールどうぞ、1分ね。誰なの。いやもう、じゃあ向こうから。あ、僕からですか。じゃあ30秒で、30秒ですか。ピガロの桐谷健太ことレオンでございます。もうちょい、もうちょい、もうちょい、もうちょいですか。ピガロの桐谷健太ことカメラ見ろや、レオンでございます。どっち、どっちですか。どっちですか。確か絶対ここだと思います、まあ、で身長が一番でかいんで、そこのとこは負けてないっすね。ありがとうございます。はいはいはい、じゃあ次、そんなに言え、なんか言えることはないんですけど、まあ楽しめると思うし、まあ声はでかいのはまあ見せ一だけど、オールラウンダーなんで、その悩みがあれば全然聞くし、楽しみたいなと思ったら盛り上げるから、まあ別に指名しなくてもいいけど、場内指名までをなんとかお願いします。そこら辺でいいから、俺は逆に。あ、そういう自分を落としてね、うん、自分を落とすから逆にちょっと票もらいたがるアピールですね。そう了解です。はい、じゃあ次、次僕ですか。まあ僕は一言につけるんですけど、まあちょっと待ってください、一言鏡餅ってどういうことですか。やめてくださいよ、本当に鏡餅ですけど、まあ僕の良さは来てみたら分かるよ。伸びしろですね。はい、はい、じゃあ僕はとりあえず僕は意外とこう多分ね、パッと見クールキャラなんですけど、意外とバンバン楽しませてワイワイしてアホなこといっぱいするんで、まあ来てくれたら楽しいなって思って帰ってもらえる自信があります。はい、お早く投票しましょう、投票しましょう投票しましょう。はい、じゃあこの4人で指名を
するなら。だって変な話だよ、今から仕事なわけじゃん。上がるか下がるかだよね、テンションが。モチベーションの問題。これ僕ビリだったらもう今日休みますからね。もうこれ相対するよ、相対しますよ。前回の放送で 0% の言わないで、レジェンドが言う、それ言わないでください。それもあんな伝説はもう作れないです。言わないで。そう、多分本人も今多分これ見てるからね、一人で掃除しながらケラケラ笑ってるよ。あいつはね、みんなに今言われてるんだから、これあやとじゃ。え、ゼロと叩いたっけ。やばいやばいやばい、だからもうなってるとこなんで今。じゃあ多分もう投票のやつって今集計中です。あ、オッケーです。あざす。あ、こんな感じなんだ。これってお金で釣っても大丈夫。はい、お金で釣れる。え、僕だったら釣れますよ、全然。もう金持ってないや、今日。5000円しかないよ、今先置いてきたら。どうしよう、100円でいいかな。では結果表示します。あ、もう見たの。はい、うわ、出た、うわ、出た。うわ、待って、これ僕1位なんじゃない。やばいやばい、いや、同点や。みんな頑張って、誰かあと1人入れて、1人入れて。もうテンション上がる、中途半端なんですよ、すごい。大丈夫、ゼロならゼロの方が変ですけど、 1% いってれば大丈夫。あ、お前、あ、俺55かと思った。一緒や、俺。うわおい、マジかよ。やはり1、2かよ。もうちょっと自分下げればよかった。じゃあ最下位の本当にビオ君、はい、ビールを満タンに入れて。ビールない、ビールない、大丈夫。あーあー、今ふにゃっとふにゃっとしたよ、俺。タレおったな。ふにゃっとしたよ。テンパりすぎた。タレおったぞ。はい、じゃあ準備はいいですか。ナイス。それ何入れたの。桃。あ、桃です。それではコール担当、りょうさん、お願いします。いただきます。なんだこれ。なんだこれ。しかも普通に飲んでるしな。全然わかんない。もうあったまらじゃないですか、もう。てるよしも。すっげーってきた中で。やばいな、このコールなかなかする放送もらわんよ。やばいでしょ。大概みんな言わないからね。グイグイ出さえないからね。統一さんが本当にないわ。本当にコメントだけですよ、グイグイ言ってくれて。あ、でも店に来ても、ね、あれだよ、こんな感じのコールだからって。みんな全然噛み合わないから。そうだよ、ポン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 、基本こんな感じ感じだから。本当酔っ払ってきたら余計もう飲みづらいよ、本当。気をつけて。ちょうだいちょうだい。じゃあなんか最後にもう一回投票いってきますか、パパッと。もう一発いってきましょう。ここはやっぱ僕が一番になる。なんだ、この中誰が一番身長高い。絶対それ1位になるじゃん。ほんとに体重にしよ、体重も俺やん。やっぱあれいきますか、この中で一番誰が鏡餅か。あ、鏡餅か、それ僕じゃないですか。白っすよ。それ好きだよ、お前やっぱり。僕もう下ネタ大好きなんで。ほんとに下ネタ大好き。じゃあ言えよ。じゃあ今日いるこの4人の中で一番誰に抱かれたいか。好きね、好きね、ほんと。アピールタイムはもうなしなし。時間もない。行きましょう。じゃあじゃあアピールタイムを逆に一言だけでいいかな。一言、一言いこう。じゃあ一言、じゃあまた、じゃあこの春さんから行きましょう。一発だよ、一発も一発で行きましょう。アピールタイム、アピールタイムで一発、一言、一言だけでも、だけ、ドン、グーン、うわ、あ、俺今それ、次僕っすか。うん、行く、うそ。俺無言だけど。俺は無言、ゴリラみたいだった。バカ、いつも言われるよ。量雑そう、雑そう。おぉ、やっていくって、はい。なんだ今のアピールいった。ちょっと始まろう、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 もう行きましょう、もう行きましょう。じゃあみんな投票どうぞ。もう一回行こう。みんな顔赤くなっただけやで、一覧と。もうどんどん投票してくださいもん。たぶん俺やばいかな。あんまり選ばれたくないよね。僕は選ばれたいですね、もう。やばいやばいやばい。皆さんも準備しておきますね。お
ビリなんで入れておきます。じゃあもうそろそろ投票とかね、集計が出ると思うので、ひろちゃん、投票します。聞いてましたか、はい、お願いします。上がってるなんてこと、危ない。危ないよ、うわー、出た出た、出た、もうギリギリだから。そろそろ本当にハルタン、ハルタン、ハルタンって呼ばれたっけ、ハルタンって呼ばれたっけ、裏でハルタンって呼ばれるの、やばいって、ハルタンって呼んでます。ハルタンを下に落とす質問しましょうね、落としたいんだけどね、来週あたりも本当に落とす質問を考えてみます。3分ぐらいしかない、いや、もう3分は辛いんで、もう来週もう絶対もう絶対もう落とします、ハルタン。とりあえずハルタンってやばい、初めて言いました、ね、初めて言いました、ね、またハルタン罰ゲームなんで、はい、並々に継いでよし、またりょうさん、これ次は、次はちゃんとお願いします。オッケー、ちゃんと、じゃあコール、レオンが飲みたい、騒ぎたい、はい、胃腸に出して自信がある、はい、パリラパリラパリラ、うわうわ、パリラパリラぶっ殺す。オッケー、はい、ちゃんとやったよ、俺はちゃんとやったよ、しっかりしてよ、今回ちゃんとやった。まあでもネオンとかはさ、まだ入ってばっかりし、みんな知らないからね。でも逆にレオンがいてくれてよかったやばった、一番全部だしに使うみたいな、だしに使うみたいな、わかんまあらら、アコバーラさん、じゃあね、任せます。今日どうでしたか、でも早かったですよね。いや早かったです、始まるともうすぐですね、ね、やっぱり立ちますからね。まあ来週もまた誰か出るかちょっと話し合って決めるんで、はい、また来週もよかったら見てください、見てください、お願いします。来週僕出れるんですか、はい、分かる。まあでも出たい人がいるからね、会長に聞いて、はい、うん、僕毎週出たいです。会長に聞いてくれ、でもその気持ち分かる、俺たちも出たい出たい、うるさいもんな、俺出たくない出たくない言ってたのにね、残り10秒、じゃあ今日のゲストレオンくんで、りょうさんで、はい、タイヤくんでした、しゃ、じゃあね、来週、あっさん、ぶっている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことにさえ笑っていたろう、先まで使い込んだ仮面をやめ、落下に紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこの溺れているんだよ、息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。